はい、皆様こんにちは。それでは続きやっていこうと思います。さて、ここは大臣殿の部屋。ちょっと調べるか。あ、なにこれ、空飛ぶ靴。こんなのがあるとは。これなんか装備できないのかしら、空飛ぶ靴。なんもないか、手がかり。よいしょ。羽の生えた不思議な靴。あー、装備はできないんだな。よいしょ。王様、王様、なんかゲットしたんだけど。うん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 。わしは一体どうしたらいいのか。これなんか次の目的地の手がかりみたいなのをちょっと探すしかないよな。大変なことになったよ、ほんまによ。であとね、セーブをしていないから、セーブをしたいですな。よいしょ。ちょっとまた行ってみるか、こっち。よいしょ。あ、誰もいない。なんだと？ふんふんふん、子供たち頼むよ。あ、いる。あぶー。子供たち癒されるな。元気元気。あれ？空飛ぶ靴はゲットしたんですけど、赤ちゃんのミルクってこれくらいかしら。なんかさ、友達の赤ちゃんとか見るとね、やっぱ可愛いなって思うんだけどさ、自分が子供を産むってちょっと未だに考えらんないよな。なんか自分もまだね、精神年齢幼いしな。あ、ドリス誰も信じちゃくれないけどさ、私は見たんだよ、大臣のやつが北の方へ空を飛んでいくの。やっぱりあの大臣どっかおかしかったんだな。あ、ちょっと手がかりちゃう。北の方に飛んでいったってことは、やっぱりあれか、空飛ぶ靴でどっかにピューンしないとダメってことか。モンスターチェス、なんでもお宝、お城の宝物庫に封印しちゃったとか。モンスターチェス、やっぱあの大臣怪しいんだな。モンスターチェスゲット、なんか魔法をかけてたんだな、きっとね。登って登って、今のところ怪しいやつは見つかってない。北の空に黒い雲が。北の空か。ちょっとセーブして靴使ってみましょうか。よいしょ。あ、ちょっと違うな、違うな。ちょっとセーブしたい、セーブ。よし。いやー、ドリスちゃんグッジョブやで。昨日ねずっとねマリオカートやってたんですよ。今ねレートがねようやく2300ぐらいになってね、ちょっとね生放送でね次3000目指してやっていこうかなって思うんですけど、いやー面白いね、久しぶりにマリオカートやると。セーブしまーす。よいしょ。よし、じゃあ行くか。道具これで、うんうん、いけるいけるいける。なんだここ、ん、この前だかここにあの怪物のパオームが倒れていたんだよ。妙に安らかな死に顔で、あんな怪物でも最後は神様に見とらえたいと思ったのかね。なんもないね。よいしょ。教会に来たぞ。うん、ここの教会に古くから伝わる不思議なインク、それも残りわずかというので新たに作り出すため私が呼ばれたのだ。しかしそのインクの作り方は前に複雑で、出来上がるまで何年かかるやら。あ、80ゴールドか。あれ、あ、
でも回復値あるからいいか、今大丈夫だ。オッケー。だいぶ前ですが、怪物たちの集団が北の山を目指して走って行きました。気のせいでしょうか、その中に人の姿も見えたような。大臣か、お前さん、どこから来たか知らんが、北の山にだけは近づかん方がええぞ。なんでも北の山には恐ろしい怪物が住む塔があるそうじゃからな。なるほど、セーブしていこう。オッケー、よいしょ。なんかヘンリーに会いたいな。ちょ、ヘンリーに会いに行ってみましょうか。よいしょ。ちょ、なんか変わってるかもしんないよね。ラインハット。あ、あ、ついにやった、ついにやった、天井に頭ぶつけるやつ。なんでだよ、今までそんなことなかったじゃない。なんでよ。ちょ、ルーラします。うーん、よし、よいしょ。いや、ついにパパになってさーって、ちょっと近況報告してみましょうか。よいしょ。だいぶなんかさ、ゲーム内の年月も経ってるくさいよね。もうここ何年会ってないみたいな感じが。あ、ここは変わんないか。あー、ごめん、デール。オッケー、さあこっち行って、通して、よいしょ。あれ、子供いないのかな。あー、ここ変わんないのか。はーはー、なんだ、変わんなかったわ。よいしょ、じゃあもう一回行こう。ウィーン。で、そのまま北の塔に行かないといけないんだよね。行くか。あ、また、あ、ここ。おお、じゃあここやっていこう。まだ時間はたっぷりありますからね。なにこれ、あ、なになになに、うわー、びっくりした。アームライオン、オークキング、強そうだな。ちょ、オークキングからやっていくか。ちょ、まだ倒せそうなやつ。よしよしよし。あ、なんだ、そこまで強くなかった、よかった。これなんだろう。あ、ワープ、なにこれ。この塔に怪しいやつが潜入したようだ。あ、見つかっちった。ホークマンか。そこまで強くないな。よしよしよし。あ、ちょ、オンしないっす。これ、開けちゃっていいかな。お、魔導士のローブと、あ、力の種、オッケー。あ、ちょっと種系使いたいところなんですが、ちょっとね、子供もおそらく戦闘に参加するんだよね、これからね。ちょっとそのために取ってあります、子供に使いたいから。よいしょ、よっしゃ、小さなメダルで。おお、びっくりした。アムライオン、そこまで強くなかった、よかった。よし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 。ちょっと待って、魔導士のローブ誰か身につけらんないかしら。よいしょ、装備できない装備できない。あ、あ、なんだ、下がるんか。なんだ、じゃあええわ。よいしょ。うん、とりあえず道なりに行きます。あれあれ、出ちった。あら、出ちった。うん、おろおろ、兄さんとはどこで待ってるんだろう。僕一人じゃ死んじゃうよ。うん、俺はよ、弟の声を待ってるんだ。噂ではこの塔にはすごいお宝があるって噂だからな。ほう。あ、あ、すごい、ありがたや、ここで回復できるんだ。ということで、またここやっていくんだけど、あれ、よいしょ、ここか。塔を登る。あ、
近づけないようになってる。めっちゃなんかお宝ありそうだよな。宝箱取らせてください。お、よし取れた。あ、メガンテの腕は確か私つけてたよね。メガンテの腕は、あ、そうだよね。ということで誰かつけない？よいしょ。あ、まあ、いいか。え、ちょ何と持ち替えたんだろう。封じ、メガンテの腕は、うん、装備だよね。よし、いっか。特にないか。お、あ、いけない。いや、なんか敵が出てこないね、ここ。あ、こっちから行くか。あ、出てくる、やっぱ敵。おー、強そう。倒す。特にお宝はなさそうだけど、いやー、これめっちゃ取りたいなー、このお宝。なんか敵のラインナップとしては、試練の、洞窟だっけ、試練受けたところ、あそことあんま変わんないですね。よし、こっち。何もお宝とかはないかな。このまま登りましょう。そう。よいしょ。上登って。こっちは？で、下下がる。あ、宝箱。あ、やば、またミミック。やば。くー。よし、寝てる。今のうちや。小さなメダル、お宝がたくさんあるところに来ました。880ゴールド。あ、魔法の先生、嬉しい。よし、これ迷うやつですわ。ちょー、うーん、ここ落ちてみようか。ポーンと落ちて、あ、こっち行きたいんだよな。でも行けない。よいしょ。あ、行けた、行ける、行けるか。あ、行けた。よし、オッケー。こっち行こう。ん、あ、なんだ、通ってるように見えて取れないっていうね。で、こう行って、ここ登っていいかな。登って、あ、ここにも階段あるな。あ？なにこれ？え？怖っ！見ない方がいいかもしれないな。
こっち？あ、いいのかな。登って。ひー、なんだこりゃ。あー、ちょっと待って。あ、なるほど、これ炎をこう避けながら行かないとダメなわけか。痛い。ちょっと待って。死にそうなやつがいるんだけど。作戦満タン。オッケー。おお。あ、めっちゃ食らってたけどなんとか行けましたな。あ、痛い。ダメだ。え、何ここ。じゃあここ行くか。ん？石ころがたくさん。おう、なんとなく石ころを通していくわ。あ、なにこいつ。落としていいかな。石どんどん落とそう。あ、ないわ、ビビった。ぐるるるる、眠ってる。よかった。これなんか今までのダンジョンでやっぱ一番難しいな。総集編みたいな感じかしら。お、宝箱、小さなメダル、アムライオン。ドラクエヒーローズでね、こんな感じのね、ボスと戦ったんですよね。ギャーギャー。よいしょ、ナイス。うん、よっしゃ、世界中、これは嬉しい。あと下はなんか水があるな。ダックカイト。よいしょ。よし、オッケー。ここもなんか落としていいのかな。落としちゃおう。よし。よいさ。せ。よし、落とした。じゃあちょっと下に戻ろう。特に意味ない。もしかして、あー、そっか、ここで岩を使っていけってことか。よいしょ、ちょっと岩に隠れていきます。この先行って、怖い。ちょっと待ってよ。あー、怖い。おー、もう力技だよね。なんとか来た。よいしょ。メッキやばいな、 MP が。よいしょ、上行こう。だいぶ登ってきた感あるな。うん、ここは？あ、なんかいるぞ。よいしょ。あ、これは？もう壁は見た。渡り廊下のスイッチその1、動かそう。あー、なるほどね。で、ここが通るようになってるんだ。なるほど。で、その2がどこかにあるはずだ。
ここか。キメラの翼、ミミクか。あ、やっぱりだよね。え、どっかで回復できないかな。なんか MP がやばいな、メッキーが。ケイトの回復役だから。うわー、ちょっとやめてやめて。あ、メガンテ、すごっ。こんなことが、すごい。ちょ、ザオラル、あれ、ザオリック覚えてないっけ、誰か覚えてないか。じゃあザオラルすっか。オッケー、よし、一発よかった。よし、5パス。お、これでもう一箇所通るね。あ、でもなんかだいぶいい時間だな。カットしたらすげえ短くなりそうだけど。ふわふわ、どうしようかな。ちょ、満タンして、あれだな、バトル前に MP ちょっと回復させた方がいいかもしんないな。よいしょ。あ、で今度こっちだ、こっちこっち。よいしょ。お、なんかいるぞ、玉座のところに。よいしょ。はっ、わ、私が間違っていた。いや、やはり怪物などに力を借りるのではなかったわい。このままではグランバニオンの国が許してくれ。もうくー、あ、大臣死んだんだけど。わお、マジか。やっぱりあの大臣はあの味方のふりして力を貸してたんですね、クソ野郎がって。じゃあ今回ね、ここで終わりにしようかなと思います。じゃあ次回はもうなんかだいぶ上まで来た感があるんですけどね。はい、じゃあ多分ボス戦になると思うので頑張っていこうと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。